おはようございます。おはようございます。時刻は朝の何時ですかね。6時前です。6時前、早朝シーバス青物サワラに来ております。サワラ、はい、久しぶりに釣りマックスやから、前回も釣りやったっけ。前回もです。前回もです。今日も釣りということでね、今回長崎まで来ておりますけども、結構ね、ほら今どっかでバシャバシャって言った、あのね、こっち情報聞いております。まあ、秋口はね、魚が全般的にいろいろ釣れるということでね、釣りファンの方には結構釣りに行かれてるんじゃないかと思いますけども、今日は青物をね、本格的に狙っていこうかと。で、前回もね、そうですね、前回はまずサゴシ、やっぱりサワラも細かい、サワラも出世用でサゴシって言いますけど、サゴシ、うん、60センチ以下のサワラ、もうゴリ巻きですよ。あの、でなんか数日あのなんかな、青物食べてるよ。はい、じゃあ今日ちょっとね、張り切って鶴くんやります。よろしくお願いしていきますよ。はい、はい、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。来てしまいました。ゼロ匹だったですね。ですね。うん、朝4時半から出待ってきたけど、ゼロ匹で、ちょっとやっぱシーズンね、9月末から10月中旬まで、この季節限定のシイラ狙いにちょっと行ってみようかと思っちゃいました。はい、ちょっと眠たんですけどね。栄養ドリンク飲んで頑張ります。終わりましょう。終わりましょう。
また戻ってきてください。これほら、いついっぱいあることに言ったい、はい、ね、あと10メーターぐらいしかない中、おこちょ、いつの中もね さっさ帰ろうか今日は撤収だ撤収です。踏んだり蹴ったりやったねいやまあほら、おい、風も吹かしたけど吹かした、風吹き見たっすよ。吹かせどうやった風吹かせに来たとここの足場のあるか中よ一生懸命見てさ投げたり糸飛んでってさ結び直してさ、せっせっせとねえまだ投げたりさ糸の残とらんじゃん母ちゃんってね、こいつびっくりしたね、このラムね。すみません、びっくりした。いやー、遅っ。推進分ぐらいしかいたなかった。ということでですね。はい。何も言えねえ。何も言えねえ。誰も何も言えねえ。これどうしようもなかったですけど。いい風が吹いてきたっすよ、うん、本当に北東のいい風が、うん、任してやっぱり、うん、風吹かせ名人北東の風でよかっただろすごいほら暗いじゃんこれ北東の風あなんかバチャバチャしようとそう今まあ1日目終了ということで、はい、申し訳ないまあ次回、はい、もうむちゃくちゃやったですね、はい、まあ楽しくはい、はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。しまった。これいいか。来たですか。なんだこれは。まあ、市バスじゃなかったら確かけど。はい。俺の声が聞こえるかい。来たーもん。来たーもん。来たー。フグで終わりだよ。はい、カラットフグで終わりだよ。フグですか。フグです。ああ来た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 。フグっすか。まあ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 。フグでも。今からよ。今からです。今からです。今からです。いい笑顔。はい。いい笑顔ください。はい。いい笑顔ください。さっさっさっさ。こいつ食えるらしかよ。いやあのどこやんて。いや本当本当本当。マジっすか。うん。食えるとよこのカナダフグっていうのは。カナダフグっすね。はい、汗がったです。汗がったっすね。汗がったです。ケンタク、証明書なんですか。あ、そういう言わんでください。よし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 。よかった、もう。どこに抱え方しとったですかね。ん？ルアーに。仮に。おー、しっかり。ピンチは持ってくんですね。はい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 。いい。からの、からの。よし、まあ、ふぐですね。ふぐっすね。ぷぷ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 ぷ取れんすね。ふふゆら。ふふち。あさ。クラック。でも、そがん太なっとっすね。ね。もっと。おっしゃ、来た。いけ。おお、どうした。あ、まあ、まあ、違う。もう一回、もう一回、膨らめ。あ、あまあまあフグでしたのでねねでも嬉しかったよ、うん、ああ当たりはあったよ久々見たあ久しぶりっつった久々っすねさあ続けていくばいあちょっとねさあ来た
来た来た、さあ楽しみよ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 、来た。またまた風が、あーたな、嬉しかったタイエ。はいはい、いい顔いい顔、はいいい顔、はいはい、いい顔いい顔いい顔、嬉しかったタイエこの嬉しかったタイエこの野郎。ほんとさっきのすぎ若干ね、俺水のほら腹の中いっぱい入ってるじゃん、いっぱい入ってるじゃん、ブーって俺ほら、また落ちと遊ぼうと思った時にフグのつるってや今地合いよ、地合いっす、地合いっす、間違いない、間違いなかも、さあ行こう、あぎゃんはよまぎゃってもフグ食って食っとけんね、2日間かけて、これはこの玉はちょっと中よね、中ですよね、フグに引き入れてるね、やっぱりあれかな、プロジェクト X ビープランバー実行せんばらなんてなぎしょときつかけんが、でも一匹鶴くんも釣ってほしいでしょ、サワラバサワラどこですか、はい、しょうがなくねちょっとね、風の向こうはやんだらしか、こっちは今ですね、吹き始めたけんですね、あっちから送った場合ね、こっちに風ば、風の髪の歌ですかね、あっち消えて冷えた場合ね、あっち消えて、うん、こんつくよがやって、うん、あのこっちにあってくいて風ば、おい来た来たバッチシ、来た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 、なんかね、フグではないと信じたいんだな、フグではないと信じたい、いや、草でもない、草でもない、サゴシじゃん、うわわわわ、いや、ほーうわ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 ー、いい顔いい顔、さっきのケンタ君のお願いの通じた通じた通じた、今いい顔、よかった、サゴシッチョ、よかったよよかったよ、ピシャイやったね、いい顔いい顔、よかったね、いい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 いサワラの子供、うん、やっと来たか俺や、やっと来たか俺や、待っとったぞ、サンマがサンマかな、いいっすね、やっと来た、うん、ストリングが着、来た来た来た、またっすね、来たですね、あ危ないよ、危ないよ、もうこれフグごと逃げていかんですよ、こういうはフグごと逃げていかんですよ、うん、んですよ、よかった、これ体調どんぐらいですかね、体調悪かったじゃん、あんま夜中てそっちいやよかったよかったですね、はい、旬の魚サオシゲットです、ゲット、はい、さあ今から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 間違いない間違いない、頑張れ頑張れ、ふくらむぎ人かとと勘違いするよね、あのそりゃふくらむぎさ、あのさ勘違いするよ、やっぱり水ばそりゃいっぱい出して頭から落ちてこな、はいはい、ふぐくん、もう、はい、ふぐくん、腹とふぐ水ペライだしよな。ギャンも水ば吸うとっけんが。そりゃ、思うとなぁ、ね。ドラグのちょっとなったけんがね。ドラグのなったけんがちょっと。ギャン、引っかけかったかな。レジャーに、キャンプに、お仕事に、出張に、お引っ越しにも、乗りたい時に乗りたい車。トヨタレンタリース。大小宴会、法事、チラシなどニーズに合わせて対応いたします。白石の衣食亭伝柄、ぜひおいでください。佐賀県内の趣味にグルメに美容室、エステにショッピングも、さらにクーポン情報満載。お店選びに困ったらシティコム、10月27日大合コン開催。詳しくはシティコムで検索。シティコム、シティコム、シティコム。
シティコム TV ご覧の皆様、こんにちは。シティコムスタッフ徳村です。今回ですね、3ロケ、2日間2です行ってきましたけども、なかなか超過はですね期待できず、もう朝から結構粘ってやったんですけども、まあちょっと今言っちゃってですね次回はですね大物になって頑張っていきたいと思いますので、お期待ください。はい、でですね、今回からですね、なんとこちらちょっとね、いきなりですけども、ついつい人に教えたくなる英語のうんちく、何の話だろうっていきなりですね英語が入ってくるんで、ちょっと説明が必要かと思うんですけど、我々スタッフですね、実は英語が結構好きでですね、知ったかぶって英語の会話とかしたりするんですけど、まあ疑問に思ったところ、ちょうどですね、実は私の兄になりますけども、英語のですね全国英語甲子園っていうですね、2010年に行われた北海道から南沖縄までですね、学生が実際に授業の映像を見て、どの先生が分かりやすかったかと投票をする大会がありました。でその大会でなんとですね、この佐賀県鹿島市からですね、北海道でも1位、東北の方でも1位、ずっとですね1番取って、まあ何個かあったでしょうけど、全国で総結果がですね1位を全国優勝と、でもすごい効果の成果を出された方がうちの兄におってですね、自慢じゃないんですけど、その兄にですね、英語のうんちくをちょっと紹介していただこうということでですね、今回第1回になりますけど、英語の授業をお願いしたいと思います。じゃあお願いします。皆さんこんにちは、兄になります、徳丸です。今回からですね、シティコムスタッフの皆さんの、ちょっと英語の学習もね、お手伝いと、もちろん、視聴者の方もね、英語の勉強になるためのなんかこう、いろんなね、面白い、英語に興味を持ってもらうためのね、材料を準備しながら、授業していこうと思ってますので、ぜひね、今回、今回をきっかけにね、英語に少しこう、皆さんね、目が向けてるように、授業をやっていきたいと思っています。これから、月1ですね、頑張って待ってやっていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ1回目の授業ってこと始まります。今日はね、皆さんに英語のね、まず1回目ということでとっつきやすい内容、まあ単語、英単語の話からね、ちょっと話を今日は始めていきたいと思います。まあ時間もね、長くは取れないので、まあ短めでね、分かりやすいものやりますね。英単語の学習、とりあえず覚えるしかない、ね、ガンガン覚えていきますね。で、覚えていって、まあ忘れていくっていうパターンが多いんですけど、まあいかにね、単語を覚えやすくするか、それから忘れにくくするかね、それが一番重要なんですね、実は。で、今日はね、これをね、ぜひ、こっちに見立てて学習していこう。漢字。漢字ですね。漢字に関しては皆さん日本人なので、それなりの理解はできているということです。で、例えば、三水弁は何を表しますか？水。OK ですね。はい、水ですね。例えば、三水弁がついて、池ですね。水柄ですね。三水弁がついて、海とか。もしくは三水弁に目がくっつくと何でしょう？涙。涙ですね。目から出てくる水で涙。今日はね、漢字の勉強ではないわけね。何が言いたいか。こういう部首は英語には、漢字にはあってね、部首プラス何かっていうので意味をなすわけですね。で、それは実は英単語にも同じことが言えるわけです。例えば皆さんはこの単語は知ってるでしょうか？読めますか？バイセクル。バイセクルですね。バイサイクル。な、意味はなんですか？自転車。自転車で、なんで自転車って呼ぶかっていうね、なんで自転車って意味なのかっていうことを考えたことがあるかどうかが問題。何が言いたいかというとね、例えばこの文章、例えばこっちのサイクルに関しては多分見たことあるでしょう。はあはあはあ、サイクルって単語ってどんなイメージですか？サイクリング。お、丸。いいですね。サークルだよね。サイクル、サークルの語源がサークルですね。じゃあサイクルっていうのは丸を指すわけです。丸。じゃあこのバイってなんだってことでしょう。バイってなんだ。じゃあこのバイっていうのが、まあこれが漢字でいうその部首の部分に当たるわけですね、このバイの部分。このバイが実は、トゥっていうね、二つっていう意味になります。いいです。トゥ、はい、トゥですね。二つの丸、はい。なるほど。そうそうそう。はい、丸なんだね。丸が2個あるってことですね。おぉ。バイサイクル。で、これを形にしちゃうと自転車になっちゃうってことです。で、これがバイサイクルの語源の由来であるってことです。で、こう考えてやっていくと、サイクルとバイの組み合わせでできてたら、だからどう覚えやすくなるでしょ。で、しかも忘れにくくなるわけですね。バイクってどうなってるんですか？クーです。クーは設備士やってるから。今日はね、ちょっとここだけやりにくいから、ね、ちょっとここで使うんでね、窃盗時でここをやるから、はい、こっち側は問題ではない。質問するのはね、こっち側は、はい、でないと、こっちをやってると多分キリがない。思ったらすぐ死んじゃうんですよね。
はい、じゃあそしたらね、バイセクル分かりましたね、はい、自転車ですね、じゃあこれからね、面白いでしょ、今度はバイの前、バイの代わりにね、トライをつけちゃいます。トライサイクル、トライ、トライ、ヒントいきましょうか、トライ、で、想像してほしい、なんとなく分かるね、もうなんて言った今、スリーだね、スリー、トリプル、トリプル、3つ、おお、そこだよね、っていうことは、トライっていうのは、スリーっていうのを表すんですね。ってことは、3の意味。じゃあ、3つ車輪があるってことで、三輪車。三輪車ってことになるわけね、これはね。三輪車。へぇー。ここ燃やすかですね。意味なんですね。ね。そうそうそう。結局ね、窃盗時があって、ここ五根っていうんだよね。もしくは五感っていうんだけど、頭とその本来持っている単語の意味との組み合わせで意味ができるってこと。だから、漢字と似てるでしょ。ね、ものすごく感じて見てる。で、じゃあ今度はサイクルを用意しましょうか。サイクルっていうのが丸出したよね。丸だったよね、はい。じゃあこのサイクルに今度は何をくっつけようかな。今度はこれつけよう。リサイクルにしましょうか。リがくっつけよう。リサイクル、なんだ。リサイクル。リサイクルってやってもなかなか難しいよね。資源の再利用とか再資源化とかみたいなね。リサイクル。じゃあ、このサイクルが丸で、リってじゃあ何の意味だよ。もう一回リトライ、リトライ、お、リプレイ、お、いいね、知ってる単語がね、ポンポン出てきますよね、それでいいんだよ。じゃあリサイクルってことやから、丸、サイクルがアゲイン、もう一回起こるっていうことは、絵にしちゃうと分かりますね、サイクルがこういう形で、ずっと起こっていくんですよね。これがリサイクルでしょ、だから再利用、再資源化のことを指すわけ、じゃあこれが再資源化で、例えばこんな単語があるよ、だから最近よく使われるリユーズってのあるでしょ、はい、これが再利用って意味ですよね、ユーズは使うっていう意味ですよね、なるほどだよね、もう一回使う、そう、じゃあリっていうのはアゲインっていうね、だからリプレイとかリトライとかそうでしょ、もう一回やるのはリトライっていうわけね、じゃあもう一回見たいなときリプレイってあるじゃん、それがリっていうのね、アゲインも持ってる意味だってことですね。で、もちろんリっていうね、窃盗時、まあこれ窃盗時っていうんです、頭に出てくる窃盗時っていう、窃盗時、この窃盗時って呼ばれるものは英語ではね結構いっぱいあるんですよ、何十個か相談するんですけど、まあ「り」っていう単語には「アゲイン」って意味があるってこと、もちろん他にもありますけどね、「り」には脅威っていうね強めたりする意味ももちろんあるんだけど、今日はこの「アゲイン」を覚えておきましょう、はい、それから「サイクル」の意味合いも覚えてくれればいいかと思います。じゃあ今日はね、せっかくですから、まあ1回目ということでね、こうしましょう、じゃあ全部消しましょうか。てか、じゃあこれあいつね、頭の部分の意味を知っとったら、なんかつなぎ合わせて覚えるだけ、そういうこと、ですね、結構長く助かるね、単語の勉強するときって、なんだろう、短い方が覚えやすいって思いますよね、短い方が覚えやすい、ところが違う、長ければ長いほど、想定しやすい意味、なるほど、へぇ、そういう逆やったよね、そう、長ければ長いほど実は単語っていうのは意味が想像しやすい、短いのは難しいですよ、ものすごく短い単語言いましょうか、ラララっていう単語があります。一プレイヤーあるのか。こんな単語知らんぞって思うでしょ。でもこれがつくと見えるんですよ。エラーですね。エラーって言うんです。で、このエラーっていう、ここだけはだからエラー、すなわち間違うっていう動詞なんですよ。でも、ここだけ見てね、その間違うって意味が想像できるかってできないでしょ。でもさっきみたいに頭がくっついてて、真ん中があったら、それで意味が見えちゃうわけだよね。だから、長ければ長いほど意味が取りやすくなるっていうのは間違いない。だよね、ちょっとまとめていきますね。最初にやったやつ、バイの意味なんでした？2つ、2つっていう意味ね、2っていう意味。じゃあトライは何でした？もう一回、3つ、3つもう一回は何やった？ちなみにえもう一回はアゲインはリだったよね。じゃあ次は1で2過ぎたので1いっちゃう、はい、1は何かってこと、1も当然あるわけだよね、1の意味を持つ窃盗時、頭にくっつくやつ、それが英語ではモノっていうね、窃盗時になりますね。例えば、モノホニャララってやつが出てくる。モノレール。モノレール。モノレールって、この佐賀県にはないのでね。で、なかなか馴染みじゃないですけど、東京モノレールとか乗ったら分かりますけど、モノレールってレール何本あるか知ってます？1本。そう、1本なんですね。まあ、簡単に言うと、断面図で書くと、こういう形でレールが1本あって、その上を、こう、電車っていうのかな、あれ。モノレールがこういう形で乗って走ってるんですね。これが電車の部分ですね。
で、ここの1本しかないレールだからモノレールって呼んでるわけです。で、僕らは単純にそれをモノレールっていう名称で呼んでるんだけど、英語を喋ってる人たちにとってみるとレールが1本だからモノレールって発想があるのね。だから、ただ単に覚えるんじゃなくてそこを理解して覚えるとさっきみたいに覚えやすくなるし忘れにくくなるでしょ。だからね、インパクト、じゃあもちろんモノトーンとかもそう。トーンっていうのは色調とかのこと、すなわち、単色ってことなんだよね。だから白の紙に黒一色とかでモノトーンだよね。だよね、そういう形だからモノっていうのは1って意味です、基本で。これで1、2、3、ちょっと順番ぐちゃぐちゃになってますけどね、2、3、1になってますけど、1、2、3のね、この今日はね、これをぜひ、頭に、置いて、置いてもらいたいと。ただ思うんだよね、こういうのを、なんだろうね、今日はこれだけやったから、ああ、よかったっていうんじゃなくて、これをきっかけに勉強してほしいわ、そこが大事なことで、だから例えば、君らがね、今からさっき見ていくもう単語があるわけですよ。それ見たときに、これなんやろうって想像していく楽しさ。だから僕の場合もね、こんだけ勉強してて、そうですね、語彙力的にどんぐらいなんだろうね。ちなみにセンター試験って呼ばれるのもあるでしょ、センター試験、これで呼ばれてる、このセンター試験って呼ばれてるこの試験に対して必要な語彙力がだいたい4000から5000語レベル。4000から5000語、すごいでしょ。4000語、5000語覚えなあかんって大変だと思うじゃん。ところがだよね、これがさっき言った単語の一つの意味プラス、頭にくっつくやつっていうのを考え方をしていくと、正味実際に1500とか、もっと言うと、まあ、1700、800ぐらいまで減るわけですよ。だから1700ぐらい覚えれば、プラスアルファはこれがくっつくとこの意味になるんですよ。そうだから4000から5000まで増えちゃうで、もともとだから本来持ってる単語の語根ってさっき言った意味に、語根っていう、語根っていう、語根、もしくは語感とも言います。で、ここにくっつくのを、なんていうか戦闘時だよね、頭にくっつくだよね。で、もちろん単語ですから、こっちにくっつくやつもあるわけ。これがね、漢字との違いだよね。漢字の場合は部首と、作りってなるんだけど、英語の場合は作りがあって、部首があって、もう一個部首がつくんです。で、これが接尾辞って言って、一番ケツにくっつく単語のこと、ね、言葉のこと。で、この接尾辞は、この単語の品詞を変えちゃう。例えば名詞にしたり、動詞にしたり、日本語だったらそうかな、形容詞にしたり、副詞にしたりするでしょ、形容動詞にしたり、難しいよね、この辺ね。僕も文法ペラなんでね、基本的には。でも、これがくっついて、これがくっついて、一つの単語が広がっていくわけですよ。だから平気で4000、5000までいくわけです。で、まあ、僕自身がだから多分、覚えてるだろうとか、想像できる単語っていうのが出てるから、だから1万ちょっとぐらい、1万1000か1万2000いかないぐらいまでは、多分分かるんで。だからでも、それでもね、見たことない単語が出るわけだよ、当然ながら。日本語でもあるでしょ、新聞読んでて、あろう、こんな単語が。この意味悩むって。でもさ、日本人って、多分漢字のこの、なんだろう、熟語とかだったら、上と下の漢字のね、組み合わせで分かるはず、ね。それと同じことを、単語でもやってるんだよってことなんだよ。そう、だから想像できる、ね、考えられるっていうのが一番大事なこと、勉強においてはね。思い出せないで終わるんじゃなくて、考えられれば思い出せるっていう、でその考え方をね、ぜひ今回ね、1回目の授業でね、学んだこともして、これから皆さんね、実践してもらえればと思います、とりあえず1回目なので、まあ、単語ってこんなもんだよっていう、少しとっつきやすくなった、かなりなった、じゃあね、次回はまた違うものでね、皆さんのこう興味をくすくすと、こうくすぐるものね、をやっていきたいと思ってますのでね、今日1回目の授業ということで、これで終わります。はい、じゃあ気をつけ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ふわっふわのシフォンケーキ、有明海のミニ水族館、ワンコインで楽しめるタナジブ、道の駅鹿島に来てね。アメゲー石油はストップラ、車検を受けてガソリンリッター5円引き、給油だけじゃない、トータルカーサービスなら金ヶ石油へ。